ロイシンジッパーの平面図。D がロイシンを表している。ロイシンジッパーは、タンパク質の二次構造のモチーフの一つで、平行に並んだアルファヘリックスによる接着力を持つ。遺伝子発現の調整に関わるタンパク質などのに量化したドメインに共通して見られる。ロイシンジッパーは、真核生物でも、原核生物でも見られるが、主に真核生物の特徴である。ロイシンジッパーが DNA と結合している。赤で示したロイシン残機がジッパーを占める働きをしている。ロイシンジッパーは、タンパク質に量化ドメインとして機能する超二次構造であり、平行アルファヘリックスの接着力を生み出している。ロイシンジッパーの構造上の特徴は、7残機の繰り返しの4番目の位置に、アミノ酸のロイシンが配列することである。ロイシンジッパーははじめに、7残機を機に現れるロイシンで識別される転写因子の共通配列として同定された。これらのロイシンはコイルの疎水核を形成していることが後に明らかとなった。ロイシンジッパーの半分は短いアルファヘリックスからなっている。通常のアルファヘリックス1巻きが 3.6 残機となっているのに対し、ロイシンジッパーのアルファヘリックスの場合は1巻きあたり 3.5 残機となっている。ロイシンは2巻きごとにもう一方の鎖のロイシンと直接接触している。プシップと呼ばれる転写因子のファミリーは塩基領域を持ち、水素結合を介してこの部分が DNA 分子の主項と結合する。ロイシンジッパーの領域がこの2量化を担っている。ロイシンジッパーを持つタンパク質としては通常の成長の調節を行う重要な転写因子である C ホスや C 順などや MYC、MAX、MDX1 などの MYC ファミリーがある。もしこれらが過剰生産されたり致命的な部分で変異を受けたりすると癌を引き起こす。これらのタンパク質は DNA と2量体を形成し、これはベーシックジッパープロテインとも呼ばれる。ありがとうございます。